増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。各航空会社では冬のボーナスを支給しない、また給与の減額などの発表が相次いでいます。減便が続いている航空会社ですが、これからどうなっていくのでしょうか。先生、よろしくお願いします。そうですね、ずいぶん前になりますけども、リーマンショックの後、航空業が激減しまして、ジャパンエアラインですねが、この経営難について、国が支援してなんとか持ち直したということがありましたけども、今度のこの新型コロナの影響というのは、かつて そのリーマンショックをはるかに上回ることだと思いますね。というのは、当時もですね、それぞれ減便はしたんですけども、いわゆる運航の便数ですね、これを減らしたんですけども、今回の場合はですね、この減らし方がまた非常に高くてですね、日本でもジャパンエアラインにしても、全日空にしてもですね、95%、6% ですか、を減らしたりですね、もうちょっと異常な減らし方ですね。で、リーマンショックの時は半年ぐらいで、また持ち直して回復したということがあったんですけども、今回の場合はですね、ちょっとその新型コロナの収束というのは、まだ、来年いっぱい、あるいは再来年まで続くという、いろんな予測があるわけですね。私もいろいろこの経済のことについて予測しているんですけども、とにかくそのリーマンショックの時と今回は違うんですね。ご存じの通り、コロナ対策ということで安倍内閣、前の安倍内閣はですね、108兆円でしたかねの、財政出動ということで、パニックを抑えているわけですね。個人にも、あるいは企業にも、中小企業にもですね、かなり手厚くこの支援をしているわけなんですが、これがですね、いつまでも永遠に続くというわけにはいかないんですね。やはりこの一時のショックをですね、和らげて次の回復にですね、誘導するということはできるんですけども、今の見通しではですね、2年以上こういう状況が続くということになってますから、そういうことになるとですね、もう政府の支援もですね、したくてもできない、ない人では触れないというようにですね、これ資本主義の社会ですから、やはり財源がなければですね、何もできないという、そういう社会のシステムになってますから、これをですね、壊すわけにはいかないということはですね、やはり航空産業はですね、これから果たして、生き延びることができるのか、存在できるのかというようなところまでですね、これから行くんじゃないかというふうに思いますね。この時間でも報道しましたけど、アメリカの経済は今後ですね、1年半から2年にわたってですね、GDP 国内総生産が3割以上ですね、この減少すると、増加するとこういうことはもう決まったようなことです。そしてその、コロナ被害のしわ寄せといいましょうか、一番大きなその悪影響が航空産業ですね、機
していくということですから、これちょっと航空産業の将来というのは見通せない状況になってますね。まあ、今言われたように冬のボーナスはないと。それからまた創業由来じゃないですかね、いわゆる正規社員のさらに給料をですね、減額する、減らすということは今まで確かなかったと思いますね。ということはいかにですね、その被害が大きいか、そしてこれがですね、まず先に続くということになると、本当にこの存続が危ぶまれるということになると思いますね。と同時に、まあ、これはまた今アメリカは大統領選の最中なんですが、トランプ大統領がこの前2016年に同じ大統領選を戦ったんですが、その時のですね、まあ、最大のこのスポンサー支援がですね、ボーイングだったんですね。これ、航空機メーカーですね、ボーイング。これもいろいろ2年ぐらい前にですね、ボーイング737 MAX MAX というのがですね、2回墜落しまして、これ欠陥があったということで、株も随分下がって、で去年はですね、またこれの、まあ、墜落したのは小型機だったの、今度は大型機の方も問題があるということでですね、まあ、ボーイングは、まあ、あらゆる航空会社、まあ、日本からもだと思いますが、注文がどんどんキャンセルされるというようなことで、危なくなっているんですが、まあ、このところ来て、トランプ大統領が、まあ、コロナウイルスの支援というところに、まあ、うまい具合っていうんでしょうか、乗っけてですね、航空機産業を支援するということを、まあ、2、3日前、まあ、言ってましたけども、まあ、支援をするということなんですが、これからはですね、航空業界からですね、今度は航空機、飛行機、航空機メーカーの方ですね、そちらにですね、この悪影響が及ぶということなんですね。まあ、アメリカの航空機メーカー、まあ、ボーイングにしてもロッキードにしてもですね、兵器産業がですね、主になってますから、まあ、それで生き延びるということができますが、まあ、日本の場合はですね、なかなかアメリカのようにはいかないんで、航空機、まあ、JAL とか全日空とか航空機会社がですね、まず何て言うんでしょうか、生贄みたいになってしまうと思いますね。まあ、それに伴ってですね、この放送でも話しましたけども、頭の中に入れておかなければならない人は、 GDP がこれから3割縮小するということなんですよ。国の経済が3割縮小するということなんです。これはもう動かせない。これから先1年半から2年ですね、そうなるということをしっかり頭の中に入れてですね、国の経済が縮小すれば、ご自分の経済も縮小しなきゃいけない、ご自分の会社も縮小しなきゃいけないというですね、これ当たり前のことなんですが、この当たり前のことをですね、胸に収めて、そして今日明日のですね、経営に取り組んでいただきたいという声を大にして申し上げたいと思っております。増田先生、ありがとうございます。